はいどうも野村と、うわ髪はダメ。はいどうも野村トリックショットの野村健です。今日ちょっとあの髪がちょっとやばいんで、あのちょっとかぶってやりたいと思います。今日はですね、日本のスーパーに絶対売ってないもの、でもオランダのスーパーには売ってるものを紹介したいと思いますね。今日はあの美味しそうなものからゲテモノをおやつって言った方がいいんですかね、ゲテモノをおやつまでちょっと紹介したいと思います。まずはじめにちょっと美味しい方から始めた方がいいですかね。残念だと思うのがですね、オランダにですねウェイダーインゼリーっていう日本にある美味しいものがないんですよね。でそれと引き換えにオランダにはこれがあります。ドッツムスクスワーフン、僕にとってあのウェイダーインゼリー代わりなんですけど、もう格段全然違うもんなんですけどね。ちょっと開けたいと思います。おりゃすごいウェイダーインゼリーっぽいんですけど、中身は全然違いますよ。これドッツムスクスワーフンっていうのは訳してですね、まあピュレにしたものでもいいんですかね。中身はですね 100% フルーツなんですよ。この味はですねアポバなんで、アポは英語と同じっぽくて、アポはリンゴね、あのバナナはねまあそのままなんですけど同じです。バナナバナナ、これ早速ちょっと開けてみたいですね。まあ、中身見てもわからないか、こんな感じですね。ちょこっと出しましょうか。まあ、こんな感じにフルーツが、あと、あ、やっべ、こうやってね、こうやって、まあ、ウェイダーインゼリーっぽくこれ飲むのね、うん、うまい。オランダのフルーツってもうめちゃくちゃうまいですね。オランダに来る方、ぜひ一回だけこれ飲んでほしいですね。これはね、傑作ですね。やっぱりいろんな国に行って、そこの国にしかないっていうチョコが絶対あると思うんですよね。それで、オランダにはこんなチョコがあります。グッチスレイプ。まあ、訳すとですね、まあ、よく見ればわかるんですけど、牛が写って、クーって牛なんですよ。で、グッチュしたらもう、チュってつくと、小さいっていうことなんですよね。だから、グッチュっていうと、すごいちっちゃい牛っていう意味なんですよ。ね、クッチュスって S までついてると複数っていう意味なんでしょうね。だからちっちゃい牛たちみたいなね、そんな感じですね。レイプはまあチョコバーのことですね。で早速1個開けてみましょう。まあこんな感じですね。日本でいういわゆるガーナチョコとかという感じですかね。それのちっちゃい版ですね。これって日本と比べてこれ甘さ控えめなんでしょうね。はい、早速ちょっと食べてみたいと思います。これは日本に絶対ないです。これはもうオランダにしかないです。これなんやかんや言って日本人に合うかもしれない。なぜなら甘さが控えめだから。これ美味しいよ。次へまたちょっと美味しいものを紹介したいと思います。これ確実に世界にもうないと思うんですよね。これはもうベルギーとオランダしかないチップスを紹介したいと思います。あのレイズのスーパーチップスっていうんですけど、まあギザギザが入ってるチップスですね。それのバタチヨピフレーバーポタッチェっていう意味はフライドポテトっていう意味ですね。まあこれこんな感じですかね。そのヨピサウスっていうのはいわゆるソースっていう意味ですね。ちょっと調べたいと思いますね。思った通りですね、オランダで開発されたものです。はい、でこれを考えた方、ジャニン・デ・ヤーハルっていう方ですね。早速ちょっと開けたいと思います。これはねもう僕も結構好きなんですよね。でこんな感じですかね。ちょっとカレーっぽい見た目ですね。やっぱりね玉ねぎの味がちょっと強いかわからないですね。玉ねぎとやっぱりちょびっとカレーっぽい甘みのあるカレーっぽい
味じゃないんでしょうか。これはそうだと思います。はいはい、これからちょっとゲテモノおやつに参りたいと思います。うちらにとってはゲテモノじゃないです。世界にとってはゲテモノらしいです。ドロップって言うんですけど、オランダではドロップって、これオランダで開発されたもんですね。これは確実にもう調べなくても分かります。はい、真っ黒でございます。これはね、ドロップフェイトシっていうんですけど、ドロップ味の靴ひもっていう感じの、まあ、訳し方なんですけど、ドロップはどこで、ね、食べられてるっていうと、やっぱりオランダではもう確実にもうみんな食べてますね。子供たちから大人までみんな食べてますね。であとここに書いてあるのはスカンディナビアね、だからノルウェーとかフィンランド、ね、スウェーデン、そういうところでよく食べてるらしいです。だからこれもちょっと開けてね、食べたいと思いますね。こんなになっちゃいますよでも何十、おお、こんな感じですね。まあいろんな食べ方はあるんですけどね、僕はもうオーソドックスにもこうやって食って、これはね、もううまい。何個でも言ってた。これはね、味的にも一番きつくないやつですね。もう一番甘い感じの、やつですね。では最後にですね、面白おやつプラスゲテモノですね。これはこれオランダではナンバーワンらしいです。スホークアイズって訳すとですね、黒板チョークですね。スホークって学校っていう意味なんですよね。クライズってチョークっていう意味ですね。まあなんとも若干ですけど、この漢字もう黒板に書くチョークともう全く一緒じゃないんでしょうか。早速ちょっと開けていきたい。うわ、パッと見ですけど、もうこれもう確実にチョークじゃないんですか。もう黒板に置いたらもうチョークです。はい、早速これ、うわ、これ早速これちょっと手にしてみたんですけど、もうガチです。もう手にもつくぐらいのもうリアルさ、もう無駄にリアルですねおやつごときにどんだけリアルなんだよ。これちょっと中身どうなってるのかって、なんでゲテモノなのかちょっとお見せしたいと思いますね。そして輝くハサミでチョーク。こんな感じですね、中身は。やっぱりドロップの枠がちょっとありつつ、中にはちょっと白い物体が入ってますね。これ日本人には確実に無理なやつですね。まあうちらにしたらね、もうこれ何個でもいけるんですけど、このね、味的なね、このちょっと苦味がある、これ癖があるおやつだと思うんですよね。まずこれチョーク食べる気がしないっていうね。またリクエストがあればですね、もうどしどし送ってください。コメントに入れてくださいね。コメントに入れてくれればもう絶対確実に動画は出します。はい、何のリクエストでもいいです。オランダのことでもいいです。卓球のこともっと見たいです。ありです、全部ありです。なのでリクエストよろしくお願いします。